こんにちは、アリシンチャンネルです。今回ですね、卵エッグのシリーズの F22 ラプターを紹介したいと思います。はい、前回アリシンチャンネルでこの F22、 おー、かっこいいですね、ラプターを作りました。プラモデルです。今回はこの、ラプターの卵エッグです。はい、ではこれですね、じゃじゃーん。おー、今これ第5世代の戦闘機ですね。一番、F35 と一緒に最新、ジェット戦闘機です。はい、アメリカ空軍しか持ってないです。はい、いや、完成したイメージこれですね。ちょっと、はい、F15 に近いですけども、まあ、はい、こういう形で可愛いですね。では早速開けましょう。じゃあ、おー、まあグレーのベースで、はい、パーツは、お、パイロットもいますね。あ、パーツはこのケース少ないです。まあ卵入れて、はい、でパーツもこれです。まあ少ないですね、あまり。では、あとはトリセツです。おー、かわいいいいですね。はい、作り、組み立ては非常にシンプルで、はい、このところでだけです。ボディと、あとは最後にパイロットと、このところつけるだけです。はい、パイロットは2種類あるんですよね。どっちか、はい、まあこのマスつけるかどうか。最後にレカです。いいですね、レカと、まあ塗装ですね、塗装の部分がこれになってます。はい、ということで、はい、これからでは作りたいと思います。少々お待ちください。はい、できました。卵引き機種ですね、 F22 のラッパです。おー、かわいいですね。はい、本当に組み立ては簡単で、あとは塗装だけですね。その迷彩のところと、あと、デカールも透けてるんだけども、はい、ちょっと、まあこの飛行機の特性で結構ステルシーであるので、あまり目立たないんですね、デカールも。こういうのはあります、 FF とかで、こちらにアメリカの、米軍のところもありますけども、うん、まあ普通の飛行機に比べれば見にくいっていうのはありますね、残念。はあ、でもこういう飛行機ですからね。はい、この普通 の、プラモデルです。はい、卵飛行機のプラモデルです。おお、かわいいですね、こっち。やっぱりおパイロットもいます。はい、ちゃんと気をつけてます。はい、今アメリカの主力な、戦闘機ですけども、ちょっと価格が高いので、今生産終了となっています。第5世代ですね。ちょっと機密が多いため、他の国に輸出はできませんでした。はい、ということで以上です。アリシンちゃんでした。今回は卵飛行機シリーズの F22 ラプターのご紹介です。とても可愛いです。もう作り方も簡単なので、シンプルなので、はい、ぜひ、興味がある方、ネットでも買えますので買ってください。では、チャンネル登録お願いします。またね。バイ。